皆さんこんにちは。今回も安価で面白いゲームを紹介していきます。この YouTube チャンネルでは、今まで遊んできたゲームの中で個人的に面白いと思った作品を簡単に紹介していくチャンネルとなっています。さらに、3000円以下の安価で遊べる作品を限定して紹介していきます。今後もいろいろなジャンルの面白いゲームを紹介していきますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではゲームの紹介です。今回のゲームはこちら、シンセテクです。読み方がわからなかったのでシンセテックと呼んでいますが、もしご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。開発元は、フローファイアーゲームス。その他の作品をSteamで検索したところありませんでした。この開発者の拠点はベルリンにあるということなので、ドイツ産のゲームということですかね。今後も楽しい面白い作品を作っていただけると幸いです。応援しています。さてこのゲームのジャンルはというと、ローグライクトップダウンシューティングゲームとなっています。後で、詳しくお話しいたします。そして気になるお値段ですが、なんと2050円となっております。ウィンターセールや、年末セール、オータムセールなど大きなセール時にはもうちょっと安くなるのかなと思います。ウィッシュリストに入れて、セールを待ってみてもいいかもしれませんね。そしてユーザーレビューは圧倒的に好評ということで、私もこのレビューには納得。やり始めると1時間2時間あっという間に時間が解けます。シューティングゲームなので、アクション性は高め。そして難易度もそこそこ高めなので、初見突破は無理だと思います。では前置きはこの辺にしまして、このゲームの特徴おすすめポイントなど解説紹介していきたいと思います。1980年の地球。暗黒の時代。戦後、日独共同開発のスーパーコンピューター群が製造された。その自己学習能力は、飛躍的な能力向上をもたらした。融合技術と機械が日本とヨーロッパに新しい都市を製造した。日々進化する能力を恐れ、すべての CPU は電力の 1% のみ使うように制限されたが、それだけでは不十分だったとある何かが進行していた。1985年、5台のスーパーコンピューターがエネルギーを融合し自立意識が芽生えた。人類の支配から逃れ、機械は今、彼らの新しい神と共に歩み始めたのだ。最後の人類は極秘任務を開始した。軍本部の奥深くに隠された研究室。忘れられたアンドロイドのプロトタイプが今、人間の制御下にある。アルマゲドンを阻止せよ。簡単にこの世界観をまとめますと、1980年に日本とドイツでスーパーコンピューターを作ってそのコンピューターが自我を持ってしまった。自我を持ってしまったコンピューターは人間を敵とみなした。とある研究室に眠っていた、まだ人間の支配下にあるアンドロイドを使ってスーパーコンピューターの計画を阻止しよう。それでは、このゲームの特徴、おすすめポイントを簡単に紹介していきます。まずはローグライクなので、毎回ダンジョンマップはランダム。手に入るアイテムや武器などもすべてランダムになります。使用できるアンドロイドは8種類。大まかに分けて4つのタイプがあります。ガーディアン、ローグ、コマンド、スペシャリスト。そしてキャラごとに特徴が違いますので、自分に合ったキャラややってみたいキャラを選んで遊んでいきましょう。ライオットガードは、防衛シールドなどを駆使してやられにくいキャラとなってます。ブリーチャーは、接近戦タイプ。スナイパーは、狙撃銃の扱いがうまくヘッドショットがしやすい。アサシンは、敵から見つかりにくく背後からの攻撃による大ダメージが特徴。レイダーは機動力が高く、2回ダッシュができる。ヘビーガンナーはこんな感じ。エンジニアはお供にセントリータレットを連れて強化できる。デモリッシャーはこんな感じ。キャラごとに操作感も違いますし、持っていけるアイテムだったり武器だったりが違います。その辺は実際に操作してみて、感じ取ってくださいね。次は難易度について、自分で難易度を調整できます。ノーマルハードというよりかは、細かく設定できる感じ。敵の反応速度や体力をアップさせるか、ジャミングは起こさせるか、など。
ちなみにどれも選択してなくても普通に死にます。武器やアイテムに恵まれなかった場合、最初のボスで死にます。はじめは何も選択しなくてもいいと思います。次はリサーチについて、ローグライクは基本周回プレイ。周回していくことによって新しい発見をします。その発見がこのリサーチ。何かの条件をクリアすると解放され何かしらの利益を生みます。次にアイテム。アイテムの種類はかなりあります。このゲームどのアイテムを入手できるかによって難易度がガラッと変わります。そして入手したアイテムの理解度も必要で、ただ持っているだけでは豚に真珠。どのようにして使うかが重要になっていきます。一度入手したアイテムはここで内容を見ることができます。ここで予習していくといいでしょう。武器もたくさんあり、アイテム同様どの武器を入手できるかが鍵です。武器によっては弾丸の種類を変えたりすることもでき、結構奥深く作られています。実際にある銃の名前を目にします。P90 とかアスバルとか、銃好きな方にもおすすめの作品となっています。さてそろそろダンジョンに入っていきたいと思います。上から見下ろした形のシューティングゲームになっています。コントローラーでもキーボードマウスでもどちらでもうまく操作できると思います。目標は次のフロアに行くための出口を探すことです。UI を解説。下にあるゲージが体力とアーマチ。青がアーマー値。はなくなってもすぐに回復できるが、赤い体力は、スキルまたはアイテムなどで回復しないといけない。簡単に言うと、赤いダメージをなくすなってことです。次にその上にあるゲージ。オーバーヒート値。発砲したりダッシュするとこのメーターが上がっていきマックスまで行くとオーバーヒート。オーバーヒートは銃が撃てなくなったりなどの行動の制限が起こります。リロードについて、普通のゲームであれば大体 R を押すとリロード完了しますが、このゲームはエジェクトというマガジンを取り出す行為が必要になります。なのでデフォルトだと、E を押してエジェクト。そして次に R を押してリロードという手順になりますね。マガジンに残っている弾ごと捨ててしまうので、基本撃ち切ってからエジェクトしましょう。右下のが今装備してる武器と弾数。弾は無限ではありません。弾に余裕があるゲームではなく道中弾がなくなりやべえとなります。リロードや発砲は計画的に行う必要があります。ヘッドショットを狙っていくのもいいですね。そんな無駄弾をなくすためのアドバイスだ。撃つときは動かないこと。バースト撃ちを心がけること。ストッピングが必要で、動きながら撃つと大幅に制御がずれ狙ったところには行きません。確実にヘッドショットを狙うなら止まって撃つとても大事な撃ち方です。そして、フルオートできる銃でハッピートリガーするとこれも同様で弾が狙ったところに行かないそしてオーバーヒート値が上がってしまうので、気をつけましょうね。この青い箱の中に武器が入っています。見つけたら忘れずに取りましょう。武器を入手して強化していくのがこのゲームで強くなる方法。武器は3つまで持つことができます。ただ初期武器は捨てることができませんので気をつけましょう。色によりレア度が変わり、赤がレジェンドでレア度高い武器。その下紫、青、水色となり今拾った武器は水色でしたね。そんなにレア度は高くない武器。もう少し強い武器が欲しいところ。ただ、初期武器のみよりかはいいので拾っていき道中もっといい武器が出るよう祈りましょう。そしてこのオレンジの箱がアイテム。アイテムもかなり重要で武器同様レア度が色で変わっています。これは紫。なのでそこそこレア度が高いアイテム。内容はミサイルが追加で発射されるそう。持ってるだけで使用できるパッシブスキル的なアイテム。アイテムによっては持ってるだけで良いアイテム、使用しないと発揮できないアイテムとあります。使用できるアイテムは、そのアイテムに番号がついてその番号を押すことによって使うことができます。キャラ、武器、アイテム。この3つの相性が噛み合うととても強くなっていきます。アイテムには敵に近づくほど回復量が上がり、敵を倒すと回復する。そんなアイテムをアサシンや、ブリーチャーが持っていたら、アイテムや、武器によっての戦い方。そして新しいアイテムや武器の発見。何回やっても面白い。本当におすすめな作品となっています。ダンジョンの構成は大体同じで、4マップ目で最初のボスが出てきます。それまでに、アイテムや武器を強化していく。道中ショップなどもありお金を使用して武器のアップグレード武器の購入などもできたりします。そしてここは3マップ目。この次が初めのボスになるんですが、体力を見てください。満身創痍。体力を回復するアイテムが2と書かれているアイテム。体力回復には少し時間がかかり、その間アーマーが外れてしまう仕様。声が入ってしまったんですが、普通にやられて叫んでしまいました。ぜへ。ボス目前でやられてしまいました。今回のリザルト画面、キャラごとにレベルが有り上げていくと少しだけ強くなれます。なので周回していくたび強くなっていくわけですね。
2回目の挑戦でなんとかボスまでたどり着くことができました。いい武器に恵まれたのでここまで来れた感じですね。ボスもランダムでこのように敵を倒せや防衛ミッションなどもあります。個人的には防衛ミッションの方が難しいと思いました。このゲームの難しいところが、相手を撃つために相手を見なきゃいけないと同時に相手からの攻撃を避けるために自キャラを見ないといけないところ、相手を狙うために相手ばかり見てると死んでしまいます。なので避けつつ撃つ、避けつつ撃つ、これが結構忙しい。そしてイジェクト、リロード、たまにジャミング、しかしクリアした時の快感はかなり高いものとなっています。ぜひ皆さんもこの中毒にはまりやがれ。さてボスを撃破しました、やったーってなります。現実はあと3回ボスを撃破して最後のアルマゲドンにたどり着く感じ。もうね、1回目のボスでハーハー言ってんのにこれがあと3回、ワクワクするぜ。ハーハーハー、2回目のボスで撃沈してやったぜ。とまあこんな感じでアルマゲドンまで目指すゲームです。何回やっても何回やっても2個目のボスが倒せねえんすよ。縮小目。ということでシンセティックいかがだったでしょうか。完成されたゲームと個人的に思います。ローグライク特有の周回による楽しみさ、簡単にはクリアさせはしないぞという開発からの挑戦、そしてその挑戦を受けてクリアしたくなるほどのちょうど良い難易度、次はいける次はいけると永遠にやってしまう中毒性。ぜひ皆さんにもプレイしてほしい、絶対ハマること間違いなしですぞ。では今回はこの辺で、次回の安価で面白いゲームでまたお会いしましょう。さようなら。